な日本語作文とグループディスカッションの対策について少しお話しできればと思います。はい、日本語作文についてなのですが、2022年度の編入試験の内容を少し見ていただければと思います。でこちらの内容も英語の試験と似ていて、どの学年でも似たようなトピックという形になっていて、こちらもコロナウイルスの話が出ております。はい、で1学年2学年に関しては感染拡大によって不自由な生活が続いている状態で、そのような生活を経験する中であなたが気づいたことは何ですかというようなことで聞かれている内容としては、やはり自分がどう思いましたかということだったりとか、それを受けてどう考えましたかとか、そういったトピックになっているようなところで、先ほどの英語のエッセイにもあったように、少しずつ難易度が、ね、学年が上がるにつれて上がっていくような形になっているので、 3、4学年になってくると、学校に通って仲間と学習すること、行事を一緒に行うことができない状況になった時に、学校に通うことはどんな意味がありますかっていうように、だんだんコロナの内容からちょっとずつそのコロナから派生した問題になっていくっていうところになっていて、さらに5学年になると、今度子どもたちにとって学校に通うことはどんな意味がありますかっていうような意味になってくるので、視点が変わっていくっていうのは、先ほどの英語のエッセイの試験でもあったように、最初は自分がとか、なんかあなたにとってとか、そういうところがだんだん社会的な目線から見て、子どもたちからしたらどうかっていうような意見に変わっていくところがあるので、少しずつこの意見を出していくところとして、こう自分の経験だけではなくて、自分の経験がこうだったから周りの人はこうだったんじゃないかというところを予想しなければならないところが出てきたりとかっていうところがあるために、先ほども滝沢からお話があったように、こう大人との対話が必要だったりとか、世界の人がどんな状況なんだろうかとか、自分が滞在していた国だったらどうかなとか、そういうところも踏まえて一緒にこう検討していく必要があるような文章になっています。で、基本的な評価基準としては、問題文と資料の的確な理解ですね。今回であれば、先ほど の第5学年の質問になると、こう子どもたちにとってどうだったのかという話になるので、自分一人の話ではなくて、世界中の子どもたちにとってどうだったのかとか、学校に通うことはどのような意味があるのかという質問になるので、そこでただ自分の意見として、自分はこうだったからとかって書くだけではなくて、自分がこうだったので子どもたちはこうだったのではないかとか、子どもたちにとってはこうなるのではないかっていうふうな意見が書けるように、的確な理解が示せているかどうかというのが必要になっているので、でその次の条件と同じ説明で、説問を理解して、それに対応した答えを書くという点と、そこが結びついてくるかと思います。はい、なのでしっかりと説問が理解できるかどうかと、その質問に対してのアイデアがあるかどうかというところに関して、しっかりと確認していく必要があります。はい、でこの単純な感想の域を超えた意見を述べるという点なのですが、自分が例えばコロナの中で友達と会えなくて寂しかったとか、なんかちょっと悲しかったとか、授業がオンラインになってしまって受けづらかったとか、それだけではなくて、それだったからどうだったのかというところまでしっかり述べていく必要があるのと、自分がそうだったのと、海外で自分で得た経験からはこうだったとか、というところに関してもしっかりと言及できるように、こうただただ感想を述べていくだけではないというところにも気をつけなければならない点かと思います。そうですね、こうあとはこう自分の経験をつらつらとナレーションみたいに書いてしまうような生徒さんもたまにいらっしゃるので、そういうところからなぜそれが大変だったのかとか、他の子たちにとってもこれが大変だったんじゃないかとか、いろんなところに発想を飛ばせるようにというところは、こう話し合うことで練習できるかと思うので、そのようなところも確実に押さえていくようにいたしましょう。はい、で最後のこの独自の視点からの意見というのも、例えば世界のある子どもがとかっていう例を挙げるよりも、自分の具体例を挙げるように、自分の意見からっていうところが必ず大事になってくるので、自分がどうだったのかとかっていうところをしっかり意識して、内容も書けるようにしていくと良いと思います。で構成については必ずまず段落付けをしていくことに着目していただきたくて、基本的には序論、本論と結論という形で、先ほどあったボディパラグラフとかイントロダクションとか、そのような形は日本語の作文でもかなり大事になってくるので、この一マス開けて段落を始めるということだったりとかも意識して練習を始めてもらえたらと思います。はい、でこの自然で読みやすい文章っていうのは、こうあちこちに話が飛んでしまうとか、こういうナレーションベースで書いてしまうというところではなくて、基本的には最初に自分の意見を書いて、それをサポートする形で具体例を挙げるとか、なんか理由を挙げるっていう形をしっかり意識した形をとって書いていただくことが大事になってくるので、具体例をこうメインとしてしまうのではなくて、具体例は具体例としてサポートする役なんだっていうのを意識して、こう作文を作っていくようにできればと、はい、考えています。
はい、で結論に相当する内容を文章内で述べるというのはこうどうしてもこう書いてる間に何を書いていたのか結局最後に何を言いたいのかっていうのが分からなくなってしまう文章にならないように必ずこの文章を書いたのはこういう理由があってこういう結論を持ってきたかったからなんですよというところをしっかり示せるようにこうもう例えば今回のコロナの中で子どもたちにとって学校に通うのは自分にとってはこういうことが意味があると思いますっていうのをしっかり述べていただくようにというのを気をつけて作文を書いていくようにしていただければと思います。なんかでもこれ本当15点なので、はい、なんかそんなに配点は高くはないんですけれども学芸国際って結局中に入ったら日本語で授業をすることが多いので学年相当の漢字とかその練習をしてきた意欲みたいなところもかなり大事だと思うので本番だけでいいよねってならずに苦手な子は特に自分のその考えをちゃんとなるべく日本語で表現できるっていう練習はしていくのが良いかなとは思いますね。やっぱり特に上の学年になってくると求められる視点の高さみたいなところも、うん、自分の経験だけでは語れなくなってくるのでやっぱり日本語でもニュースを読んだりとか日本語でも情報を仕入れるみたいなところは意識した方が良いかなと思います。なんか大体あれですよね英語も日本語も大体こう10本ぐらい合格するレベルの内容を書ければこう型がつかめるっていう風に生徒を見てて思うのでなんかどれくらい練習すればいいですかとかなんかどれくらい書いとけばいいですかって思う時にそこをちょっと目安にされるといいかなと思います。はい、そうですね。あとはこう書きっぱなしにしてしまうのではなくてそれを書き直すとかもしっかりしておくと良いのかなと思うので周りの人に添削してもらうとかこう第三者から見てこの文章がどんな内容なんだろうっていうのをしっかり見てもらってからこうこの文章で一つの文章を完成させるっていうこともかなり大事になってくると思うので書きっぱなしで直して終わりではなくてもう一度書き直してみようっていうのもいい練習になるのではないかと思います。